時事言いたい放題です。はい、キャスターの、三島です。今日もよろしくお願いします。そして一緒に寄ってもらうのが、はい、キャスターの小島です。よろしくお願いいたします。はい、なんか、はい、すっきり系の今日は、ね、はい、今日は実は収録の日は暑いんだけどね。そうなんですよ、うん、その前はかなりもう秋だねって言っていた頃なんですけども、はい、うん、なるほど、昨日今日とちょっと急に夏に、ね、なってしまいまして、残暑厳しいっていう感じになってます、はい、私も東京から来て、はい、結構きつきつい、涼しいだろうなと思った北海道が北海道まで来てこの東京よりも暑いかわかんないって感じがね、そうなんですよ、というのは、ね、はい、やっぱりあの冷房がですね、実は北海道は、はい、発達してないんですよ、ないんですよ、はい、とか東京はまあすごい暑くても一応冷房のとこ飛び込めばなんとか、そうですね、それがないというね、はい、扇風機1本で頑張って、すいません、そういう感じでございますけれども、皆さんはどうなんでしょうか。はい、ということでこの番組はですね、あるいはチャンネル桜北海道、皆さんのご支援のみで、放送を続けようとしております、はい、ぜひ皆さんのご支援をお願いします。チャンネル北海道もですね、はい、おかげさまで1年を超えましたら、チャンネル登録が1万人を超しました。この YouTube ですけれどもね、はい、あの YouTube の方の登録というのは実は別にお金に直接かかってないとただまあ登録をしていただいている、はい、でも見る人がずいぶん増えてきたなということでね、はい、いうことなんで、ぜひこういう形でちょっと加わっていただけないかと、はい、はい、100人委員会っていうね、まあ、あの宣伝ね、はい、スポンサー募集ですね、これはね、あのこれはまあ、ずっと年間を通してですね、一月1万円で週、一月20回、はい、1回500円ですね、こういう CM を流すというような形なんですけれども、ぜひですね、皆さん加わっていただきまして、チャンネル桜を、桜北海道をね、支えていただきたいということです、はい、なかなかのもんですよ、回数やるとね、ということで、宣伝効果もあるんじゃないかということでございます。と同時にこれはまあ100人会として1年ねずっとやっていただきたいということなんですが、はい、そうじゃない方も OK なんですね、はいはい、チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております、はい、チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません、はい、北海道民、国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、小島さんもそう、はい、そう申しております、はい、ということで、はい、他になんかもう大丈夫ですね。そうですね、はい、大丈夫です、ということで、じゃあ、まあ、早速やりたいと思いますけど、はい、まあ、まず一つですね、はい、取り上げたいのはですね、まあ、アイヌ問題ですね、はい、まあ、たまたまこの日曜日の同心、はい、さんのね、はい、釈迦院慰霊小中高小中生のリレー出発、はい、でこれ民族共生、多民族共生って言うんだけどこれアイヌと、まあ、日本人を別々にしようっていうね、はい、あ、なるほど、これ人一見聞きゃいいじゃないですか、共生をってことで、各民族が、ね、はい、海や山を越えて仲良くしようって、はいはい、じゃなくてこれ北海道の中で二民族に作っちゃおう、あ、これ見方を変えると分裂策動って言うんですね、はい、なるほど、はいはい、別にアイヌの人たちだって日本国民だしね、兄弟みたいな、実際東京から血はつながってるんで、はい、で純粋なアイヌってもいないんですからね、はい、だから同じ日本人なんですけど、それを強引に、はい、別々にして多民族だと、はい、でこっちはこっちで好きにやるから、そう、好きにやれみたいな、そうで、こういう、ね、分裂策動というのは何かというとですね、はい、まず日本国としての統治機構、はい、一つの政府、一つの国民、国にそういう統治機構を二つ作ろうということで、それは 何があるかというと、まあ、建前はともかく一番は、ね、利権なんですね、まあ、そうでしょうね、はい、はい、例えばアイヌという人たち、実際にはアイヌ協会は大体1万7000人から1万8000人登録されていると言われておりますけれども、はい、じゃあこれ純粋なアイヌかというとそうじゃないわけです、4分の1とか5分の1とか、あれは全くないやつもいるんじゃないかと言われるぐらい、はい、アイヌ協会 が認定すればみんなアイヌになっちゃう、はい、君も明日からアイヌになれるっていうような状態なわけです。で問題なのはですね、はい、このアイヌ教会が純粋なそうアイヌの文化やね、それこそそういう文化あるいは伝統をね、はい、守っていこうというそういう大変この平和的な団体ならともかく、はい、そのアイヌ教会のトップ、
ね、はい、の方ですね、はい、安倍裕子さんという方ですけど、はい、まあ、副理事長になってますけど実質上のトップです、はい、この方が北朝鮮、まあ、何度も言いますけどね、はい、これは北朝鮮の朝鮮労働党あるいは朝鮮総連、はい、朝鮮総連というのは皆さんご存知だと思いますけども、いわゆる破防法適用調査団体、はい、いつ破防法破壊活動防止法、はい、国を破壊するための動きをするんじゃないかといつも調査対象になっているその朝鮮総連、はい、でこういう人たちが公式政治思想、はい、これを報じ立てまつって、はい、ね、これを実践しよう、はい、これが日本にありますその研究会というのは、これがチュチェ思想研究会、はい、でこのアイヌ協会のトップリーダーの安倍裕子さん、はいはい、この方はこの北朝鮮の公式政治思想、はい、チュチェ思想研究会その組織ですね、はい、それの創立主要メンバー、はい、それがなぜかアイヌ民族、うん、アイヌ協会のトップになっている、はい、皆さん、はい、北海道からもどれだけ拉致被害者が出たか、はい、ね、うん、覚えてると思います。こういう形でつまり今ここの中では小野田雅さんとかね、はい、まあ、うん、川田市議とかね、はい、本間奈々さんとか、はい、皆さんいろいろ我々も言ってますけども、はい、北海道の土地の中国の爆買い、はい、こういうのもやられてますけど、それは実は朝鮮総連も入ってるんですよ、はい、朝鮮総連あるいはこのチュチェ思想研究会って単なる北朝鮮のあれじゃなくて、背景には実は中国のお金も入ってるんじゃないかと、沖縄なんかの姿見てると全員がまとまってるんですね。そうですね、はい、北海道も実際同じだろうと、はいはい、まあ、言われているんですけど、はい、皆さんどう思われますか。まあ、利害が一致してますもんね。まず北海道の土地と資源を奪おうということで、はい、それは中国も北朝鮮も ね、はい、ね、あるいは韓国の一部も、はいはい、まあ、韓国の今、ムン・ジェイン政権皆さんご存知だと思いますけど、はい、ついに、いろいろ問題があるという法務大臣ね、一の子分というね、この男を、もう何娘の入学不正疑惑とか、はい、えらいゾロ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 出してる、はい、だけどもなぜか知らないけれども任命してしまったんですね、はい、今日ね、今日収録は月曜日ですからね、はい、今日文大統領それやったんです、はい、とこれね、あれだけ反対が出て朝鮮日報の、はい、まあ、向こうの新聞ですけど、はい、アンケート調査見ると、はい、みんなその報奨につけるの反対 51% 以上超えてる。そうなんです。それなのに、はい、どうぞ、はい、あ、すいません、それなのに、はい、強行にやっちゃったんです、ね、そうなんです。すごいですね。で皆さんもう一つ注意してくださいね、はい、アンケート調査の 51%、はい、49%、はい、これはみんな嘘ですからね。あ、そうなんですか。一番このぐらいに抑えたいって時 51% ですよ、ね、本当は 60、70 言ってても。そうなんですか。インターネット調べたらそうですよ、ね、ま、だから49%、はいはい、ね、これも嘘だ。 49% の支持したら、はい、本当は 50%、60% 言ってるんです。あ、49っていうのと、はい、980円と1000円じゃだいぶ違うっていう全然違います。ヤスリのあれと同じでね、はい、こういうことをメディアは、まあ、はい、印象操作、うん、世論操作をやってる、はい、でまあそういう中でも、その観光民の反対を多いのにこういうことをやってしまったっていうことですね、はいはい、でこの、うん、東京の方のチャンネル桜の方でもちょっと放送しましたけど、このね、はい、いわゆるムン・ジェイン大統領、はい、つい先ほどこれウィルという雑誌にもちょっと出てますけどね、はい、元共産党、日本共産党員だった篠原さんという方が、ムン・ジェインの金正恩、北朝鮮のトップですね、はいはい、この人に忠誠を誓う文が発見されたっていうね、はい、手に入手したってことで発表してますけど、つまり朝鮮労働党、はい、あるいはチュチェ思想の信奉者なんですよ、はい、なるほど、ね、はい、こういうつながりがだから中国ともつながる、はい、韓国のムン・ジェインというのは北朝鮮だけじゃなくて中国ともがっちりつながってる、はい、むしろそっちの方がつながり、うん、強いかもわからない、でこういうところが実は今ここの、ね、アイヌ問題にも関わっている。そして今年の予算では22億円でしたか、はいはい、そこにポッとこう、でウポポイなんとかとかいうね、そうです、来年の4月 なんだウポポイやってると多民族共生なんとか文化空間とかね、はい、多民族だって2つじゃんって言うんですか、ね、だからそういうような形はやめてもらいたいってことなんですね、はい、というのはなぜかというと、はい、これはアイヌということを認めるとね、はい、今何がありますか、次
在日の韓国人、はい、朝鮮人、はい、在日の中国人、はい、今、はい、この20年間で7万人だった一般永住者、はいはい、これ76万人になってるわけです、はい、そのうち中国人は26万から7万と言われてる、はい、それです。つまり多民族共生というのは今はアイヌでやってますけど、北海道に土地も1割以上持ってる中国人さんがいるじゃないか、はい、じゃあこの人たちも朝鮮人もいるじゃないか、長年住んでくれてるから、アイヌもいるじゃないか、はい、多民族、うわ、ウポポーイ、やめてください。本当にそんなことでいいんですか皆さん。今本当騙されちゃいけませんよと、アイヌだけのための建物っていう風にしてますけれども、うん、ウソンコなんです ね、 ウソンコですね。それだけじゃないんですね、アイヌを筆頭に、はい、それともう一つはいつも、はい、これも前に言ったと思いますけど、はい、アイヌ民族がいるよ、はい、多民族だよ、はい、北海道には2民族いますから、はい、統治機構違うじゃないか、その民族は民族自決で、自分のことは自分で決めていいんじゃないですか、はいはい、で国会は、うん、国会のバカ議員さんたちみんな、はい、ね、アイヌが先住民と認めたでしょ、はい、で北海道にいる北海道民はみんな、はい、あのよそから入ってきて、はい、アイヌをいじめて、土地を奪って文化を奪って、はいはい、ね、あの毛皮とかなんか収奪して酒もみんな取っちゃって、はあ、ね、アイヌ人いじめ抜いたとんでもない野蛮で残酷な人たちの子孫が今、はい、北海道に550万いますよ、はい、と、はい、というような状態になってるんですよ。それ全然皆さん気がついてない、はい、で最後どうなるかって、はい、アイヌをどん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 認めていくと、はい、はい、まず自治政府を作りたい、はい、ね、そしたらまず北海道皆さんも国会で認めてるじゃないですかと、はい、アイヌの土地だと、ここはで、あたからあんたたちが入ってきた後から、はい、ということは皆さん出てってください、はい、アイヌにはその権利があります、はい、ってなっちゃうわけ、はい、でそれでいやいやもう長年住んじゃってるから、うん、4代5代続いてるから、うん、そりゃしょうがないな、じゃあ一応許してやるよと、え、アイヌ民族にしてくださいよ、そしたら認めてくださいよ、そしたらいいんじゃないですか、まあ、ってなりますけ ど、 だけどそれはダメなんだ、ね、それはダメなんだ、うん、それはダメでしょう、はい、まあね、お金取れないか、だお金ちゃんとよこしゃ、はい、アイヌにしてやるっていうかもわかんないけど、そういうことなんですね、うん、それで何を言うか、はい、じゃあ皆さん、はい、小島さん、はい、あなたもね、ひどい、うん、野蛮で残酷でひどいね、はい、開拓民のね、うん、子孫なんだから、はい、借地料払ってくださいよ、うん、あ、なる、遡って、はい、何千年にも遡って払ってくださいよ、うん、はい、ね、いやいや、それはもうならそれが嫌なら出てってください、なるほど、っていうふうに皆さん言われたらどうしますか、はい、そうですね、勝手にもう自決ですか、自分たちの法律勝手に作って、あんたの自分たちで決めて認めたじゃない、ね、縄文時代に遡ってさらに借地権よこせと、そう、そのアイヌは13世紀ですか、はい、あれですよ、鎌倉時代ぐらいからやっと出てきたんですよ、うん、オホーツク族の一部族だろうと言われてますが、はい、それがずっと混合してきた、はい、でもう一つ言うとアイヌって皆さん同じだと思ったら大間違いですからね、こっちのアイヌとこっちのアイヌとこっちのアイヌ違うんですよ、言葉も、はい、習慣も、はい、みんなそれぞれが個別にやってた、はい、これをまあ今度は今度はそのね、いわゆる白老アイヌとなんとかアイヌとみんな、はい、ひだめと、うん、みんな違うと変えなきゃいけない、多民族ですよ、そうですよね、釧路のアイヌとアイヌをみんな一緒にするなよと、はい、そうですね、あんなっつうかアイヌ服をね、アイヌの着た時ね、はい、あれなんかすごいんだってね、貸し出し料が、そうです、そうです、なんか何十万も取る、そうです、うん、ちょっとモチーフ使っただけでも何万も取るみたいなんですね、うん、こんなのは文化と言えないんですよ、はい、こういう薄汚いね、金儲けやるような連中がアイヌと称して、はい、これ差別だなんだって言うから、あえて言いますよ、はい、そういう人もいるんだってこと、うん、ね、これ事実ですからね、はい、アイヌの人は私が悪いなんて全く思ってない、で同じ日本国民だと思ってるけども、はい、同じ日本国民の権利も持ってるわけ、人権も何もね、そうですよね、むしろ保護されてるんですよ、はい、実際は本当ですよ、住宅とか就学、はい、まあ、支援金とかね、はい、これだけやられてるのにこんなことを言い出してるってのはなんだっていうことは、もっともっと深い意味があるってことです、つまりさかのぼって中国のあるいは朝鮮のあるいは韓国のこういったアイヌというものを通じて多民族共生地域に北海道をしていきたい、いずれは日本と分離独立させたい、どっかいたでしょう、この間あの知事選で北海道独立とか言った変な人がいました、変な人いましたけど、はい、変な人ってこれこの人は小沢一郎という、はい、ね、朝鮮大好き、
はい、中国の、中国のしもべだと自ら名乗った人民解放軍、いや、戦軍司令官で私はございますと、はいはい、そういう人間の一の子分が北海道独立言ってる、はいはい、でまたそれの、ね、近いやつが今度ね、はい、どっかでなんかなんとか大地とかいうのがいたでしょう、はい、俺が今度は維新に入っちゃったでしょ、はい、そうですねそれ入った維新に入った、はい、そのきっかけはあのアイヌ新法を推進した座長であった、はい、菅義偉官房長官、はい、そうです。どんなつながりがあるんだってことで、皆さん、はい、そして今度はもう一つ菅さんがやってるのは、はい、あの横浜の、はい、ね、カジノ構想、はい、市長がいやいやながらか本気なのか分からんけど、最初は選挙の時白紙だっつったのが、突然みんな反対してるのに横浜にカジノ置いちゃう、はい、誘致しちゃいますって。でもなかなかあの公安の公安組合ね、はい、あのおじさん立派でしたね、おじさん頑張れてるのです、ね、はい、横浜を博打場にできっかっつって横浜の港を ね、まあ、その通りですよ、ね、博打なんかね、やらせ、博打場にさせちゃいけないですよ。でもその菅さんとか、はい、これにいるアイヌに関係してる利権政治家たち、はい、よくこの自民党から共産党まで皆さん全部見ててくださいね。カジノに賛成するやつはみんな利権にこなってますからねそうです、はい、でそので利権に賛成するっていう人たちは、うん、結局その裏のルートでもう、はい、朝鮮総連、はい、まあ、中国共産党とつながってるよってい う、はい、そういう証明にだんだん見えてくるんですね、はい、でこういう人たちはいわゆる親中派が多いんです、はい、ね、親中国派というのが多い、だってもうあからさまに親中のおじさんとかもいるじゃないですか。そうです、もろいますね、あのさっき言った小沢一郎さんとかね、うん、はい、ああいうのは。で、あのアイヌの問題を口唇を切ったのは誰かって、ここでもちょっと放送しましたけど、はい、あのはい、あの新党大地と元新党大地のが今は維新に行っちゃった鈴木宗男先生、はい、誠にね人気者だと言われてますけどね、はい、あの維新で本性をうまく隠してるからみんな誰も気づかないんですよね。そうです、あのね、うん、それはね、ああいう政治家、はい、あのみんなね、あの大衆を騙すっていうかね、うん、大衆をこう引きつけるのうまいんですよ、はい、うん、よくあの例えば水田でね、はい、あの田植えしてるところに見ると、はい、宗男さん背広姿、はい、ね、あの普通の革靴、はい、いやーだだだだと、うん、その泥の、はい、泥の田んぼの中入ってって、はい、もう靴までもう泥になりながら、あ、どうもよろしくありがとうって手振ってくれました、はい、先生そうすんな、もういやいやいや、もうあんたと握手することが大事だからってもう、はい、はい、一票入れちゃおう、はい、まあパフォーマンスとしてはもうね、はい、ね、今だけ靴汚れたってしょうがないわっていうぐらいですね。そうそう、でもね、はい、それでこういうわけですよ、はい、またあの集会行きゃね、はい、おばあちゃんまた今年来てくれたねって、はい、来てくれたかどうかも知らないくせに、はい、ね、本当に来たんですよ、でもね、はい、来てくれ、本当嬉しい、はい、おばあちゃんが僕の政治ね家になる、おばあちゃんみたいな人を幸せに笑顔をもらいたい、そんな思い、ありがとうねいい人だな、泣いてないけど胸ちゃんってやつって、うん、はい、そうです、うまいです。騙されちゃいけませんよ、はい、皆さんね、騙されちゃいけないとは言わない、ちゃんと判断しましょうね、はい、別にそれ政治家そういうのパフォーマンスやるのはしょうがないんだけどね、はい、ただどうしてそういうふうになったのかっていうその事実というかそのね、つながりはしっかりと把握しておかないと、うん、本当に騙されるっていうことですもんね。そういうことですね、だからなんで新党第一だったのかが、うん、あの鞍替えしちゃったのかも結局わからないまんまなんですよね。はい、そして、ね、はい、あの娘さんも自民党で出たりとか、それをつなげてるのが、そうなん、それでもう一つね、一番わかりやすいのは、はい、横浜のね、カジノ利権、はい、で大阪は維新ですね、はい、維新も大阪にカジノやろうとして、はい、それからこの苫小牧にも、はい、やろうとしてる、誰がキーマンになってるか、はい、はい、菅義偉さんです、ね、そうです、3つとも押さえてるんですよね、はい、どこになろうとも自分のちゃんと利権になるという、令和おじさんの、はい、でその売り上げたるや4兆円、はい、4兆円ですよ、はい、それ以上かもしれない、税収が45ぐらいですよ、はい、10分の1ぐらい税収の、はいはい、っていうような4兆円の利権を奪い合うわけですね、はい、そうですね、ね、そこにアイヌを連れてこようという、うん、はい、
アイヌの多民族の立派なかわいそうな人たちに、はい、私たちは経営にも参加して、はい、また儲けてもらいたい、でアイヌがそういうふうに自治権的なものを持つようになったら、はい、マネーロンダリングから何から、ね、もう使い放題、そこからどこへ流れるか、はい、中国、朝鮮、ね、はい、北朝鮮、はい、もういろんなところへ流れる、はい、あるいは政治家のところに流れる、はい、だから政治家にとっては、このカジノ利権、はい、本当にすごいんですよ、はい、だから3カ所押さえてる菅さんはもうどこになろうが関係ないから、好きなどこでってもいいし、それこそ政治マフィアの親もなれるっていう、はい、そうですよね、うん、簡単に言うと、前もこれ言いましたから言いますけど、はい、下のスロットマシンやダイスでクルクルクル、あ、はい、当たったとかね、はい、こういうのは可愛い掛け事、はい、そうです、ブラックジャックも可愛い掛け事です、そうです、上に行って、はい、それこそポーカーでもなんでもいいですよ、はいはい、大金持ち小島と大金持ち水島、はい、あるいはマフィア水島とマフィア小島、はいはい、どうもどうも、今日はちょっとよろしくお願いします、ちょっとありがとうございまして、はい、どうですか、レートは一口ね、まあ5億円ぐらいに、わかりました、どうですか、はい、じゃあ小島さんにはいつもお世話になってるから、でも負けられる、はい、これは勝負ですからね、チャッチャッチャッピッ、はい、ロイヤルフラッシュとね、なので、ね、勝ちました、はい、向こうが勝つ、うん、そうするとわあ参ったな、しょうがないな、はい、これは負けてしまったな、はい、どうさ5億円、はい、これでもこれいわゆる賭け麻雀ですよ、皆さん、ね、接待麻雀、はい、場所が単にカジノの場所だっていうだけで、それが金額がものすごい大きいわけですよ、はい、何億円だろうとかよって、はい、上限ないんですか、そういう小島さんにはそうない、はい、だから そうやると本当に悪いやばい金、例えば、ね、あの麻薬やなんだらかんだらの、はい、大変まずい金をそこのところに持ってきて、こっちへはそこで通すということによって、一種の地下銀行です ね、 そうですね、こういう形でマネーロンダリングもできる、はい、そうすると何の罪も問われないわけです、ね、だからあの浜子さんって昔いたでしょ、はいはい、あれはラスベガスですね、あの当時で5億円吸ったっていうそうでした、はい、浜子それだけ持ってたのかいってなる、そうですね、そのお金どうしたのさっていうね、はい、それは彼のバックに、はい、あの暴力団がいたって昔言われてましたけど、はい、まあそういう背景の中で、はい、あれは噂ですよ、一応名誉毀損で訴えるの嫌だから、はい、ね、あのつまりそれはマネーロンダリングだった、うん、はい、負けちゃった、吸っちゃった、でこっちに渡った、うん、はい、そのお金どこへじゃないのと、うん、きれいに手数料取っても多分戻っていくとか、はは、羨ましいな、ね、その港湾組合の組合長がね、はい、横浜港を博打場にするわけにはいかねえと、はい、でしかもそういう人たち集まるってことはやっぱり、ね、治安も悪くなるということですよね、アメリカマフィア、はい、中国マフィア、朝鮮マフィア、はい、日本の暴力団、はい、みんな寄ってたかって、そこのパチンコが今こういう状態になってますから ね、 そ う、 ね、そういうようなことで、はい、本当に国際的な、はい、それこそ多民族共生、はい、ね、あの犯罪場所になってるからです、はい、それを北海道にしていいのかってことです、本当ですね、皆さん今日はなんか説得力あるね、はい、ね、あのでも誰もやらないですか、どこもやらないですか、そう、誰も言わないの、ね、おっかなくて言わない、はい、IR だってあのすいません依存症がどうのっていうだけで終わっちゃってるんですよ、ね、うんうん、依存症なんてちっちゃなことなんですよ、そうなんですよ、だからパチンコ依存症と同じですよね、そうです、よくないけどさ、だけどそれもそれだけで終わっちゃっているから、うん、結局そういうふうなあの裏のこと、闇の方面のこと一切言わないし、誰がどう、あのどうつながってるかっていうのも一切言わないし、まあ言ったらもちろんね、そのテレビ局はアウトですけども、だからすり替えてるんですよ、うん、そうなんです、大したことじゃない問題に、いや僕らもちょっとね、はい、カジノのこと心配してるんですよ、 それはなぜかって言ったら、うん、そっちの方なんですよ、うん、犯罪者、巨大犯罪組織、そうなんです、マフィアのそういうね、はい、マネーロンダリングとか地下銀行を日本に3カ所4カ所作ろうって、はい、で北海道その舞台にしよう、うん、そっちの方が一番問題なんですよ、で そ, です、うん、でそんなパチンコ依存症の人が今度はダイス、はい、なんだ、はい、スロットマシン依存症になって、かわいいもんじゃないですか、まあまあ、それもよくないでしょうね、それで破産して自殺者が増えるとかねそういうのはそういう事例があり、自殺したやつ聞いたことないよな、そうなんですよね、こんなのガチャンやりすぎなんですよ、単に、はい、ただやっぱりあの、うん、どこだ か, の, かあの別の国の、うん、なんかカジノを引き合いにして、そそのそ一般人がそういうふうに依存症になっちゃって、うん、借金してまでそういうふうにお金使ってで結局自殺しちゃったっていうようなあのあるんですよ、それではありますからね、そうです、うん、だからそれも日本人がなるかもしれないっていうことで反対するっていうことなんですけども、ね、ちなみにパチンコは外国ないですからね、うん、日本だけですからね、 あの作り上げた韓国ですらないんですから、あ、そうなんですか、はい、
パチンコは日本だけなんですよ、はい、そうおかしいでしょ、それで20兆円ですよ、はい、皆さん、すごいですね、国家予算の半分近く売り上げてた、はい、今でも落ちてはいるけど、そういうのやってる、でそれは依存症の問題すごくあるわけです、はい、それともう一つはパチンコっていうのはコンピューター管理なんです今ね、で釘を勝手にいじらないようになってて、はい、つまり、コンピューター管理で必ずパチンコ店が儲かるように、それから人間の心理学、心理とか、はい、そういうのを読んで、はい、こうやってやるうちになかなか入らない、はい、でももうやめようかな、うん、5000円使ってやめようかなって言った時、はい、最後にポロポロって出る、はい、あ、それじゃあ、もうちょっと今度来りゃこれね、ずらっと並ぶ、はい、っていう、でまたやるわけです、あとまたどんどん使う、はい、でもいやもうここまで出ないんだから、うん、もうぼちぼち出るんじゃない、はい、でまたやる、はい、でジャーッと出る、はい、でそれでまた使い切ってしまう、うん、はい、でやればやるほどというような状態で、人間のあの心理ですね、はい、こういうものをあのちゃんと踏まえた、昔は実はそのこれは禁止になったんでね、今やってないと思いますけど、はいはい、昔はお客に対応してやってたって、こいつは出しそうだなって見てると、はい、コンピューター操作してちょっと10分後に出してやろうとかね、あ、そうなんですね、うん、というようなことをやってたのは、はい、禁止されたんですか、あの一応禁止というかやめたって言われてますけど、はいはい、本当やられてるかもわからない、はい、あのというようなこともあって、パチンコ依存症っていうのは本当に作られた 病気でね、とにかくね、はい、昔はね、この覚えてない方もほとんどいないと思う、はい、昔はこれ弾くちゃっちゃっちゃっと球を弾いてくるくるっと回ってピュッていうね、はい、こういうのだった、その後こういうのになって変わっていったんですけど、はい、あれはね、つまり、ね、あの皆さん覚えてますかね、年配の方は、あの軍艦マーチ、はい、チャン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 って勢いでよしよしよし、そのリズムで黒も攻めるも黒丸もってね、はい、こうやってたんだけども、はい、そういう今音楽綺麗なものになってるでしょ、はい、っていうのはつまり、はい、あれは快感なんですよ、ジャーって出てくると、だからその、はい、ここ心、うん、ここ持ちが快感を、はい、やったーっていうね、はい、一発当てたぜみたいなね、はい、そういう感覚からもう今心理学的に変えて、はい、こうやっていくとストレスが一つずつつく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 、はい、チク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 、はい、でもきっといいことあるんじゃないかって思わせるような形でやって、はいはい、じゃらーんと出ると、はい、癒された感じになる、つまりやったーっていうんじゃないんですよ、はい、ほっとするっていう、それがちょっと幸せだなと、やっぱり頑張るとやれるんだ、時間3時間も使って3万円も使ったけど違う頑張り方、でももうそうなるとまたやり始める、はい、癒されたい、はい、それもまたある意味の快感ですけど、快感なんだよ、 その、はい、そういう快感だから、はい、習慣性になるわけです、そうですね、あの癒しをもう一度、うん、あの平和で安らかな、はい、あのほっとするひとときを、玉がジャラジャラ出て、はい、なんという幸せっていうね、はい、そのだから昔のあの軍艦マーチでどんちゃかどんちゃかってやったぜっていうね、いう一発当てたぜ路線ではなくなってる、そうなんです、でそのぐらいパチンコ の、はい、あのお客さんのコントロール心理学っていうのがね、はい、それ発達してるんですよね、はい、だからカジノで儲かったやつなんかいないんですよ本当は、はい、儲かったっていうのは、うん、あの宣伝材料か、はい、そういったマネーロンダリングとかね、はい、地下銀行組織ですね、うん、これでやってきますから、はい、それにもう一つ言うと売春だとかなんとかね、はいはい、いろんなものがくっついて、それも国際的な、はい、もう中国人売春、はい、韓国人売春、はい、韓国人売春、まだ日本に5万人いるって言いますからね、はい、危ないですよ、何が慰安婦だと、うん、お前ら現代慰安婦が金取ってまだ5万人もいるじゃないか、日本に行ってね、でもそのうち10年後には無理やり連れてこられてお金ももらってないってなるんですよ、うん、そうひどい目に遭わせるとかね、日本人の親方にっていうね、うん、はい、在日ですけどねって、そうそう、はい、そういうね、うん、いうことになるわけで、はい、あの皆さんね、そんな簡単にいいじゃないのやってもって、これアイヌの問題もそうだし、うん、なんていうんですか、カジノの問題も、はい、そういうことですね、はい、それは本当に気をつけてください、だけどそのカジノの問題に、うん、カジノ構想に対しては、うん、そのアイヌ民族が入ってくるっていうようなことも一切あの、ね、報道されてませんから、まだ言ってないけど間違いなくやりました、それはアメリカの、はい、いわゆるカジノというのね、うん、はい、それとかみんなアメリカのインディアン、はい、つまりネイティブアメリカンと言われる人たちに加えさせてるんです、経営を、はい、なかなか補助も下りる、はい、インディアン保護だという形 で、はい、で、そういう形で国の予算も、はい、いろんな形で補助しながら、はい、それでまあその利権を貪る、うん、もうそれを今度アイヌでやろうとしてるから、そうです、アイヌでやろうとしてる人たちが、全然先住民じゃないのに、はい、そういうふうにやってるんで、歴史なんかどうでもいいっていうか、はい、本当そうですね、子供に恥ずかしくないのかと、はい、
いやお金も真面目に働く人たちがね、額に汗して働いてる人、そんなそんな恥ずかしくないのかと、そういう人たち、ね、毎月の10万円とそんな5億と全く違いますから、はい、まあ、そういうようなことがですね、うん、はい、いろいろ起きてますから、はい、カジノには絶対反対しましょう、はい、ね、苫小谷や釧路を博打場にするわけにはいかねえと、はい、俺の世代じゃそんなことはさせねえと、はい、とね、はい、皆さんそういう声を上げましょう、それ、はい、そんなね、博打場なんかやるよりは真面目に働いてる人たちがね、はい、しっかり収入を上げて生きられる、そういう北海道にしていかなきゃいけないと思いますよ、はい、中国人やアメリカ人やね、朝鮮人やそういうのがたくさん入ってきて、土地を買い、皆さんのトップになっていくんですよ。そうです、そういうあぶく銭で儲けた金を、はい、企業を買収し、土地を買収し、皆さんを雇うわけです、はい、で、こき使わされる。そうです、北海道の主人公は皆さんですこれ、はい、ところがそれがみんな奴隷労働の労働者にみんなさせられていく。そうです、そうです、それで本当にいいのかと、はい、ね、はい、だけどそれをみんな報道、うん、新聞とかテレビで言ってないから、はい、そんなわけないっていうのが一番、ね、それは考えすぎだよ。そうなんです、中国がそんなことやるわけないよ、あんなお金使ってくれる人たちがとかね、中国人だっていいやついるよ、朝鮮人だっていいやついる、いますよそれは、はい、いるけれども、例えば中国だけ例を挙げましょうか、はい、中国の人たち、もう10年以上前かな、はい、長野オリンピックのあった時ね、はい、長野で中国人は中国共産党の命令で、あの10年以上前の時ですよ、はい、全国動員して1万人集まったんです、長野市に。あ、20年前でしたっけ、20年前かな、そのオリンピックは。そうです、うん、だから、はい、21年前、20年前ぐらいに、いや、ちょっと、もうちょっと後だったかもわかんない、ちょっと今すいません、その年数はちょっと考えましょう、はい、これそこはいい加減だと思ってた、はい、でも鮮烈に覚えてる、はい、私の仲間はそこ行って、はい、中国人が集まるっていうんで、チベットの T シャツ着て、はい、フリーチベットって書いた、チベットに自由をという、はい、T シャツからボコボコにされて鎖骨折られましたね。うわ、警察は止めるだけで、あの逮捕しない、それはその当時の福田康夫という、はいはい、とんでもない売国親中首相が逮捕するなと、中国人は。なんでなんでってなんでですよ。私はそれ言いたいよ、はい、悪いことやったら中国人だろうと朝鮮人だろうと日本人だろうとね、どんな国籍問わないでしょ。そう、関係ないです、それが多民族共生の、はい、そうです、悪いことやったやつは誰でも捕まえる、はい、日本人でもね、誰でも、はい、それをやらないで、はい、だから機動隊員の中で泣いてるやついたって、ね、みんな抗議するわけで、はい、なんで日本人だけね、こんなひどい目やってるのに、うん、はい、あんたら日本の警察だろうと、なんで止めないんだと、そうですよ、あるいは逮捕しないんだと、だ、もうだから悔しくて、そのなんていうんですか、機動隊の若い青年はね、うん、やっぱり泣いてたって、かわいそうに、せっかくなって、ね、まあ責めたくもなるわね、はい、それというようなことがあることがある、これが20年近く前、はい、さあ今どうでしょう。中国人の在日中国人はもう100万人超えてるって言われてます、はい、もう事件にもなってないじゃないですか。それでもう一つ言うと、国民総動員法ってあるんです、はい、それは中国の、はい、他の国と敵対的な場になった時、はい、戦争または紛争ね、はい、なった時、はい、海外にいる中国人は全て中国共産党政府の命令通りに動かなければならない、はい、動員されなければならない、はい、ということは日本にいる100万人の中国人、はい、中国共産党の命令一下で、水の場所、インフラですね、はい、電気の送電線を破壊、ね、あの例えばトマト発馬の、あの発電所、火力発電所に、をストップさせる、はい、水道の中に毒を入れる、水源地に毒を入れる、はい、北海道はみんな売ってるじゃないですか、皆さん。そうですよ、譲っちゃってるじゃないですか、水源地、本当ですよ、水源地に毒入れられたらどうしますか。最近の最近兵器のね、はい、なんとか菌なんて入れられたらどうしますか。平気でそんなことはしないと思ってるけども、そういう国ですよ、うん、今から香港の方へ移ろうと思ってね言ってますけど、はい、中国は、はい、チベット人を120万150万という人もいます、はい、虐殺してるんですよ。その時はチベットの独立は尊重する、はい、言いながら、密かに山岳訓練、暖かいとこですからね、そうですね、人民解放軍に山岳訓練やって、はい、ある日突然、はい、チベットの封建制を打ち破り、はい、チベット国民を解放する、はい、なだれ込んで、ダライラマ法、あの平和の王様を追い出して、はい、それでチベット自治区なるものを作っちゃった、はい、で何をやってるか、はい、チベットの水資源、はい、もう中国の水資源の中心ですよ、はい、あれ、それからもう一つ東南アジアのメダム川とかメコン川とか、はい、こういう川あるじゃないですか、あります、あの水源地ですかね、ヒマラヤは。ああ、そう、
そこを抑えられちゃうと本当困るんです。そうで、他の国も本当他の下の国、はい、それで 水で止めることできる、はい、あの言うこと聞かせることできる。チベットはそんなことやったことない国ですから、はい、平和な国です、はい、そうです。それから膨大な森林資源、はい、そこも取っちゃったわけですよ。北海道それから地下資源がものすごいんです、はい、ね。チベットのもうこんな豊富な、はい、今から発達したところはみんなこんな豊かな国ないわけです、はい、それで平和な国で仏教徒で、はい、ほとんど皆さんの大好きな日本国憲法のように、はい、あのほとんど軍隊は武器も持たなかった、はい、平和な、はい、我々が平和にしていれば平和を祈っていれば誰も悪いことをしない、はい、中国は違いましたね、はい、チベット見てみろと、はい、このね反戦平和なんかって能天気なこと言ってる、まあこれ同心もそうですけど ね、はい、ね、こんなこと言ってる連中は、はい、あのね同心の社長からなんか含めてお願いしたい、はい、私は尖閣諸島に20回、はい、行ってますからね、行閣所に、尖閣諸島が中国に占領されたら、はい、腹切ってもらいたい、みんな、なんか話し合いだ話し合いだっつってね、いやいやいや、本当にお願いしたいというか本当に要求したいですね。こんな無責任なね、はい、中国は、中国なんか攻めてこない、中国とは仲良くできる、はい、話し合いでいける、はい、こんな無責任なことを今中国のあれを見ればチベット、ウイグル、はい、ウイグルなんか300万人、はい、強制収容所でしょ、はい、で元気なやつからみんな言うこと聞かないやつ、みんな臓器移植、はい、で遺体は返されない、そうです、消えていくわけですね、はい、というような状態、はい、南モンゴル同じ、そして今一番身近では、はい、南シナ海に軍事基地作ってるでしょ、はい、サンゴ礁に、はい、でフィリピンはそういう力がないから、うん、オランダのハーグにある国際司法裁判所に訴えたわけですよ、はい、そしたら司法裁判所、フィリピンが正しい、はい、そしたら中国政府は何て言ったか、名もなかな紙くずだよと、わしら知らんで、はい、あのね、皆さんが大好きな国連とか国際機関の司法裁判所が公平な裁定をして、はい、中国のあれは間違ってる、はい、フィリピンの言い分が正しいって全面的にフィリピン勝訴、はい、それでも全然知らんもんね、はいはい、私のところは俺のもんだから ね、 そうですね、軍事基地作っちゃうもんね、はい、って北海道だってそれ行かれますよ、そうです、そうだっていっぱい住んでるから、だからそうです、愛の俺の土地だから何悪いって、ね、そうです、うん、そうです、でも中国の土地は日本人は一人も買え、はい、1ミリとも買えない、はい、いらないですけどね、うん、まあね、はい、大気汚染、うん、土壌汚染、河川の汚染、はい、水質汚染、もう最悪ですね、海の汚染、ね、うん、どうしようもないんですけど、人の住むとこではないです、だから北があるんですよ、この美しい北海道に、自分たちで散々汚しておいてよく言いますね、やりふうでめちゃくちゃにしといてね、うん、本当ですよ、人が住めない状態にして、うん、今度は美しい、はい、人んちのところ、人のところに来て住もうとしてる、はいはい、それをまたこの、ちょっとあえて今日は北海道民に言いたい、能天気すぎる、はい、本当に子供たちの未来考えたらね、そんなことしちゃダメですよ、はい、気をつけなきゃダメですよ、本当にそれは言いたいわけですよ、はい、皆さんは生きてる間まだいいかもわかんない、はい、でも子供たちになったらみんな中国人の、ね、人たちがみんな支配してるから、たちを で子供たちは中国語を勉強させられる、はい、でまたおかしな思想を植え付けられる、そうです、はいはい、というような、まあそういう状態になってきますからね、はい、というのが今一生懸命戦っているのが実は香港なわけですね、はい、はい、香港の中で一つね、はい、ちょっとあえてちょっと言わせてもらいます、はい、まあカルト宗教つってもいいんでしょうけども、はい、まあ一応議席を持ってる幸福実現党のね、はい、大川隆法さんという人が、はい、知ってる人も多いと思います、はい、この方がですねこの間ですね、はい、あの自分のまあ機関紙というかな、はい、そういうところに、香港で一生懸命民主化を戦っている女性、はい、まあ、可愛い女子大生ですね、はいはい、アグネス長さんという、はい、シュウテイさんというのが字書くとね、ところで一つだけ言いたいのはアグネスちゃんっていうのもいたよね、はい、香港出身、ね、こいつは何今やってんだと、反日活動、そう反日活動と、中国がああいうひどいことやっても、あんた香港で生まれだろうと全然言わないでしょ、だって共産党員なんですよね実は、だから中国共産党の手先だっていうのは、はい、こういう香港の騒動民主化騒動を見ると、はい、アグネスちゃんっていう、はい、あのおっかの上っていうやつですね、はい、あの何十年も日本に住んでて、あの未だに下手くそな日本語喋るっていうね、私人力でってウィンですって言った方にペンペンペンなんてね、それこれ間違いですからね、これ、はい、私ボル嫌いですから、はいはい、エアですか、エアこれ今可愛いよってことね、はいね、というようなエアですから、はいはい、というようなことがあって、それともう一つ、あの、はい、チョエーっていうね、
ジャッキー・チェン君、うん、あ、はい、あ、はい、君なんでこんな香港がこんな状態になってるの、はい、沈黙を続けてるんだと、ね、あれも中国におもねちゃって、そうですよ ね, ね。だってあとディズニー の, その主演女優さん、うん、あのムーランの、うん、があの結局支援する、まあ、香港の人かどうかすみません、また私も適当なんですけども、うん、で中国の支援するっていうふうに言ってたぐらいですから、ね、それ叩かれてますから、お金に全部やられちゃう ね, ね。だから一番ね、私はね、はい、なんか国連大使だ、うん、子ども大使だって言ってるね、はい、一番なソフトな形で、はい、ね、あの人権だなんだ言ってたアグネス・チャンというタレントがね、はい、誠に、うん、あの本当に醜いね、はい、共産党のああいう人権弾圧やこういうものに対して何の声も上げられない、はい、皆さんこれはもう本当に日本人があれを許してたっていうのはね、恥だと思います。テレビ局はね、なんとか国連なんとか大使とかね冗談じゃないよって、ね、まあ、昔は可愛かったけど、ね、国連ももうダメですけどね、うん、もう国連自体がもうなんか中国の出先機関になっちゃったっていうふうに、ね、はい、あのということで、はい、そのまあ、 あの幸福実現党の大川さんって、はい、これが問題なのはですね、はい、幸福の科学っていうのは宗教団体があるわけです、はい、それの教祖様で、はい、あの神様みたいに言われてる、そうです、そうです、その神様がいつの間にかですね、はい、幸福実現党という政党のね、それの総裁になってる、党総裁になってるんです。あれおかしい。世俗の、はい、だから代表、今だから自民党の総裁は安倍さんでしょ、はい、安倍さん、はい、幸福実現党という政党 の,、はい、そん、あの総裁は大川隆法、はい、で宗教団体の教祖様、はい、キリスト教、キリストも何も、うん、みんな超えるような、はい、冗談じゃないって言うんだけどまあそれは自由だから勝手に自称するのはね、はい、まあ、でそういう神様みたいなやつが、はい、こっちの世俗政党で、はい、トップ張ってると、まあ、トップですね、はい、変だな、おかしいでしょ、はい、宗教団体の教祖様、はい、何言おうが、まあ、おかしなこと言おうが、ね、はい、まあ、しょうがないんだけど、はい、こっちの、うん、それが問題なんですよ、うん、だからそうですよね、政治に関わって現実のことでしょ、はい、これは、でそれを、はい、そのアグネス・チョウさんが、はい、実は皆さんびっくりするんですよ、何ですか、自衛隊に、はい、ね、はい、助けに来てもらいたいと望んでると、と、はい、アグネス・チョウさんが言ったんじゃなくて、ええ、アグネス・チョウさんの守護霊が言った守護霊、ね、まるで本人がおっしゃったかのように言っているんですね、守護、アグネス・チョウの守護霊、はい、うん、これが、はい、だから守護霊って何なのか、心の奥の声は俗かと、はい、みんな思っちゃうじゃん、それで、はい、そしたら中国や台湾の中国系のインターネットや新聞はもう一斉に新聞、はい、テレビはアグネス・チョウっていうのはとんでもないと、はい、日本軍国主義のね、うん、手先の自衛隊を、来てもらいたいって言ってるの、なんてやつだあいつは、うん、でバーバーって広げてるんですよ、あ、そうなんですか、そのアグネス・チョウさんは、あの声明を出して、ええ、私はそんなことは言ったことも主張したことも一度もありません、はい、訂正してください、はい、ね、はあ、そ、どれだけ邪魔したらいいのか、香港の民主化の運動をね、ってことは大川総裁もつながってるってことですね、本当に考えられてもしょうがないんですよ、そうですね、と、うん、なんかつい、はい、今日昨日ですか、ええ、そこの部分を削ったっていうのは遅いんだよお前って、え、だって守護霊様のおっしゃることじゃないんですか、で なんで削るんですか、うん、自信を持って言ったんじゃないの、そうですよ、守護霊急に、あ、また急に今日昨日出てきて、あ、ちょっと昨日さ言っちゃったけどこの間言ったけど、うん、ちょっと間違いだったわ、うん、っていう前に言ったわけですよ、うん、はい、うん、そういうようなことですよ、うんうん、私ね本当に、はい、問題をこういうね、あの、はい、宗教活動については私はあんまりね、いろんな思い込みだカルトだっていう、ね、はい、言って、あの、あんまり批判したくないですよ、その信仰の自由があるから、そうですね、だけどね、世俗の宗教政党のトップでしょ、こいつが守護霊だ、霊言だなんていうのはとんでもないですよ、これ、そうですよ、ね、しかも言ってもいないことを、あたかも本人が言ったように言っちゃう、みんな誤解しますからね、守護霊ってなんだ、守護霊なんか信じてるやつ、そうです、うん、どれだけいるの、ね、うん、前にこれね、うちにね、その、はい、幸福実現党の幹部が来てね、はい、あの一緒にやりましょうって言ったら、はい、そしたら結構いろんな支援もできますからと、もちろん断ったけど、はい、あんたのところと違いますと、我々は、うん、あの日本のね、国の126代にわたる皇室の伝統を守らなきゃいけない、はい、あなたのところは、あの大川さんが言ってるように大統領選にしたいんでしょと、日本を大統領にするって言ってるんですよ、大統領っていうのはね、いくら皇室を尊敬するって言ったって、うん、大統領というのは実は国の元首だから、はい、そしたらまあ一応言うわけですよ、うん、天皇陛下にその政治的な、ね、うん、責任を通されると困るからと、誰もそんなこと言ってないけどね、はい、日本国憲法ですら我々の反対してる日本国民統合の象徴としての天皇でしょ、はいはい、そうです、
だそういう詭弁を言ってたんです。そんな、あなたとかうちの私が言ってるようなね、あの軍事力強化とかいろんなこと言ってるけど、はい、私は全く保守だと思ってないと、はい、根本的にあなたたちと言われたんですよ。根本的に違いますと、はい、だから一緒にやれませんと、うん、で、はい、言ったわけですよ、はい、それでもまあいろいろ言ってたんでね、うん、だいたいねえと、私はあんまり人を誹謗中傷するつもりないけども、はい、大川さんその当時ですよ、はい、その時の、大川さんのはい、あの奥さんがもう離婚したと思いますけど、はい、その奥さんが幸福実現党の党首やってて、それで外されたんですよ、はい、あ、そうなんですか。その直後ぐらいだったと思うんだよね、はい、来たのがね、うちに、はい、でだからあの大体大川さんなんか霊言だ予言だね守護霊って言ってるけどてめえの女房が悪魔だって今言ってるけどね、はい、なんで分かんなかったの素朴な疑問でしょ、うん、はい、あれてめえの女房が悪魔っていうのはもともと分からないで結婚するやつが、ね、身近人の人なんでそんなこと言えるのかっていうね、はい、本当大体それでおかしいと思わないってみんな言ったら、はい、その並みいる航空の幹部たちが顔を見合わせて、はい、って一人の広報部長とか言ってるやつだったか分かんないけど、はい、あれだ、いやキリストにもユダというのが言いますかって違う違うというようなことがありました。もうね、はい、私あんまりこういうこと言いたくないけど、はい、こういうことやって開き直ってるから、はい、それからうちのチャンネル桜に対する誹謗を始めてるから、はい、前からそうですけど、そうなんですか、そういう敵に対しては私は2倍にして返しますからね、はい、あの自分たちの、ね、宗教活動をやる分には私は一切、はい、あの口出しません、ね、悪口も言いませんし、はい、しかしこういう政治の中で、はい、香港の人たちは命がけで戦ってる、はい、怪我してる人はあれ1000人のもう逮捕者も出てる、はい、怪我人も1000人以上いる、うん、こういうね血みどろになってもね、はい、武器を持たない香港市民が立ち上がって戦ってる、はい、いろんな背景とかいろんな事情はあると思うけども、はい、こういうものに対してね、日本の自衛隊を派遣するってことはどんな意味を、はい、中国共産党の当局に、はい、弾圧の口実を与えるか、本当ですよ、それからそのリーダーたちを貶めることか、はいはい、そのぐらい大川隆法って人物がね、うん、はい、政治が分かるやつだったら分かるはずの、分かっててやってんですよこれは。そうですね、あれ依頼を受けてやったかもしれません。そうです、依頼を受けて、はい、依頼を受けて守護霊の声を聞いて、守護霊が出ちゃってね、こういう声でお願いしますって、いい、ね、ちょっとうちも北海道チャンネル桜チャンネル桜北海道のあのついに小島さんに守護霊の天の声が降りるようになったと、私のせいじゃありません、はい、守護霊が言ってますよ、全然これ罪にならないですから、ね、ならないです。ちょっとこれから毎週聞いてみようか、はい、お布施と称していくら以上だったらいいこと言いますとか、そういうふうに言えばいいですね、待ってもね、はい、守護霊が言ってますと、ね、なるほど、そうですね、小島が言ってるわけじゃないと、はい、そうでしたというようなことでですね、はい、こういうことがあります、私たちは本当に本物を見分ける力が必要だと思います、はい、一つだけ言っとくのは、はい、チャンネル桜北海道もチャンネル桜も、はい、本当にこういうものから、はい、汚い金やいろんなインチキや、はい、無縁の大企業や組合や宗教団体や外国勢力から本当に一切金を受け取っておないいない、本当に皆さん視聴者の皆さんのご支援で、この16年間チャンネル桜も続けてきました、チャンネル北海道もまあ1年経ちましたけど、はい、そういう高い志を持って、まあね、これから正しい方と、はい、ね、小島さんも本当にガツガツ、はい、ガンガン言ってもらおうということで、はい、そういう形でやってます。それができるのはそういうあの変な紐が全くついてないチャンネル北海道だからでございます、はい、ということで一言何かガツと言っていい、いやいや、もうその場その場での、うん、あの情報とかに流されないように、うん、そうだね、誰が言ったのか、うん、何のために言ったのかっていうのを見極める本当目が欲しいですね、うん、はい、だからなんかわからないことがあったらチャンネル桜に問い合わせてください、はい、水嶋が答えると思いますので、はいはい、よろしくお願いします。霊言じゃありませんから、守護霊でもありません、はい、私の言葉ですから、はい、ということで今週は以上です、ありがとうございました。